文在寅大統領は、新型コロナウイルス感染による経済危機を克服するための災難基本所得など、緊急災難支援金支給に関する結論を今日に発表する方針だ。文大統領は一時、二次非常経済会議で100兆ウォン規模の緊急企業救護資金投入など具体的な法案を発表していただけに、今日の会議でも緊急災難支援金の支給対象範囲と規模、方式に関する具体的な内容が明かされるとみられる。文大統領は30日午前10時30分、青瓦台本館にて第3次非常経済会議を行う。議題は生計支援法案になると伝えられている。